します。どうも皆さんこんにちは、藤川空です。今日は、はい、松原先生の家に、お邪魔しています。こんにちは。こんにちは。ようこそ来ました、てんちゃんのチャンネルに。はい、はい、ターブレてる場合じゃないな、勉強しろ。はい、ああごめん、僕のキャラがちょっと作られたキャラってバレちゃうね。いつものオラオラキャラがついて。そうなんですね。最近戯れてますか？まあ、最近はい、戯れてます。なんか好きな子がいる？まあ、はい、ちょっとちょっと見知って、顔。はい、まあ、どうせあんま可愛くないでしょ。いや、すごい可愛いんですよ。いやいや、はいはいはい。めっちゃ可愛いな。すごい可愛いんです。え、この子と食事行くんですか？はい、何回か行ったことあります。はあ、これどういうつながり？まあ、あ、分かった。分かんない。つながり、まあ、演劇とか。あ、演劇なんですね。はい、あ、やったもんね。なるほど、戯れてますね。はい、楽しく、はい、そういえば、キャンプいつ行こうか。キャンプすごい楽しみにしてるんですけど、この前僕瀬戸内海の前島ってところに行って、それはもうコテージで、はい、まあ、バーベキューとかしたんですけど、はい、写真送ったんでちょっと入れてほしいんですけど、めちゃめちゃすごい場所ですね。はい、綺麗でした。うん、すごい綺麗でしょ。良かったですよ。やっぱ男3人でね、あの周り誰もおらへんから真夜中に叫んでました。うわおたけびみたいな。すごいですね。じゃあ、でもまあ行くとしたら、そうやな、琵琶湖とかのオートキャンプがいいかな。テント張るんだろうね。はい、テント。河合先生も行きたいって言ってたもんね。はい、おっしゃってました。行こうか。はい、お願いします。キャンプしたことあるの？キャンプは、部活で何回かあるぐらいの。え、テント張れる？はい、貼ったことあります。ペグダウンできる？あ、落ちたやつです、うん、あ、あります、あります。僕のテントはそこにあるんやけど、もうね、はい、ホイホイカプセルって知ってます？ドラゴンボールのバーンって、はい、そんな感じです。もう袋を出す、はい、広げる、投げる、ドーッ。5、6人が入るぐらいでかくなるんですよ。あ、結構広がるんです。で、結構でか、まあ、形はちょっと古いのかもしれないですけど、それ使ってないんですよ、まだ一回も。キャンプ動画もずっと揃えてるんですよ。いつか行こう、いつか行こうと思って。てんちゃんとデビューしようかな。あとなんか、キャンプしたら勉強ライブやります、そこで。あ、やりたいです。トイック勉強ライブ。俺もトイックやんないといけないんだよ。ダイエットバカ頑張って。今年中に何点？今年中に800いかないと、まあ、罰ゲームがあるって言ってました、森田先生。あー、なんか動画で見ました。100点。あ、12月も申し込みました、トイック。いや、まだ申し込んでない。確か今日までじゃん。え、そうなんですか？そう、なんか12月は早いってしんちゃん言ってましたよ。お金がなくて、うん、申し込んでないとりあえず申し込んどき、お金はなんとかしてあげるから。え、いい、ありがとうございます。いいんですか？うん、ちゃんと後でチッキリ返してもらいます。利子つけて返せよ。ちゃんとその利子は何しようかな。俺にお金借りたら7000円かくだっけ。11月は勉強時間200時間。200時間じゃあちょっとそれで早く申し込んだ方がいいんじゃない。じゃあ今申し込みますか。はい、そういうとこだよ、抜けてんのは。ダメだよ、ちゃんとしないと。まあ、あれだな、てんちゃんもだいぶ顔色良くなったからよかったけど、一時期結構ね、はい、一緒にもう行っていいのか分からへんけど、診療なんか行ったもんね。はい、これ行っていいのか。もう大丈夫です。さっき行ったら大丈夫。さっき行ったら大丈夫。あ、全然大丈夫です、うん、あの診療内科の先生おもろかったな、女のおばちゃんな。もうすごいズバズバサバサバしてな、はい、寄り添うとは何なのかみたいな。寄り添ってないもんな。あ、それ大丈夫、気にしないとってみたいな。とりあえずじゃあね、これめちゃめちゃいい睡眠薬あるなら、つってね。はい。あれさ、良かった？睡眠薬。もう良かったです。俺もさ、あの、他の病院で処方してもらってもらったんだけど、はい。あれ飲むと、
なんかね、まあ、眠くなるのはすごく、あれね、眠くなるのは少ないんですよ、効果としては。はい、寝た後に、いや、夜中起きなくなるっていうのが一番効果らしくて。で僕、あれ飲むとね、先にさ、体が寝るモードに入って、で頭意識起きてるから、つまり何か起きるかって言ったら、金縛りになるんですよね。金縛りになります。はい、いつも金縛りの解き方は僕、いつもあの右足をこうプランプラン動かすんですよ。でこれどんどんこう勢いつくじゃないですか。勢いつけたままパーンって金縛り解くみたいな、そういう技術を発達させていただきました、その薬味のおかげで。すごい、まあ、あれ合わへんの。飲んでる？飲んでます。今はもう飲んでない。あ、そうなんだ。もう今大丈夫？もう全然寝れてるので。で昔寝れへんので困ってたもんね。はい、そういう意味ではね、頑張ってるよね、せんちゃんもね。はい、なんとか頑張れてます。申し込みになんない？すみません。ログインするところから始まらなきゃいけないのかい？あのね、もう結構前以来でログインするのは。どうやっていつも申し込んだの？ネットでやってました。ネットやん。あ、パソコンとか。そう、パソコンで。これ前に食べる？はい、はい。何せんべいって言うんですか？からし明太子揚げせんですね。からし明太子なんか食べる動画出してたのかな、ね。なんかあの食べる人系の動画結構僕も見ますけどね。最近僕あのショート動画で、あの名前なんだっけ、すごい、あの料理が上手なお兄さん の, あの動画見てるんですけど、ショート動画で料理を作るんですよ。で最後食べて2個って笑うっていう県食堂さんだったかな。あ、うん、そういうのやったな、ショートで。料理あんまりできなくて貧乏学生のなんか食事、なんかね、食事的なものを美味しく作って、美味しく食べて、最後2個って終わる。はい、2個。じゃあもう後でやりなさい。後でやります。はい、はい、もうそういうとこですよ。はい、僕が今働いてる、うん、あのイタリアン。イタリアン、うん、よし、もしよかったら来てください。うん、全然、俺イタリアン好きなんで。イタリアが好きなんで。はい、イタリア。あ、車もイタリア。そう、フェラーリもイタリア、マセラティもイタリア。全部イタリアなんです。もう意外とグッチも好きで、まあ、グッチはもうグッチってわからない人がいます。書いてないブランド。あ、その方がかっこいいじゃないですか。確かに。フェラーリもフェラーって書いてないでしょ。まあ書いてあるけど、見たらわかるじゃないですか。はい、いや、でも、ね、好きなもの全部イタリアなんですよね。やっぱり、うん、イタリアンもめっちゃ好き。イタリアン、うん、イタリアン。サイズも好きですよ。あ、サイゼリア。でもサイゼリアが美味しいんで。当たり前やろ。サイゼはね、はい、僕あのイタリアンと言えるか分からないけど、豆と温泉卵のやつが好きです。豆、うん、なんかそう、サラダのやつ。あ、なんかあと小指のカクテルサラダ。あちらわかります。あとはあのあれ、やっぱりヤマクドリア。そう。あれ美味しいです。美味しいですね。最近太ってる、まあ、今も別にそんな痩せてませんけど、121kg の時は辛味チキン好きすぎて、はい、辛味チキン10皿頼むとあるわ。すごい。あれ美味しいなと思って。でもあれも食べれないかな。最近食べるとね、あの油物食べるとめちゃめちゃ気持ち悪くなって、リバースすると楽になるんですよ。だからもう食べるのが怖くなっちゃって、食べたいと思って食べるんやけど、結局気持ち悪くなってリバースしないと厳しくて、はい、まあ、リバースしなかったら12時間ぐらいずっと苦しんでる。へー。もう食べるのが怖くなっちゃって、まあ、最近もう魚とか肉も赤身の、ね、牛とかもう油が入ってる高級な刺身肉なんか結構いらないと、はい、焼肉屋この前行ってずひたすら牛タンばっか作ってました。牛タン食える。あ、牛タンだ。油がそんなない。あ、ないんだ。カルビとか。あ、もういらない。気持ち悪い。変わったんですよ。前の写真が上がっていい。
ベンちゃんのチャンネルだったら、ね、僕見たことあるんじゃないですか。昔ね、受験生版タイガーファンディングの主催やってた頃に出会ったからね。はい、うん、そうです。東京駅で最初会いました。東京駅だったっけ。あの電話で、え、あれ確か俺迎え行ってあげたんだっけ。いや、新幹線で僕が行って、うんうんうん、あ、迎えに来てくださった気がするよね。あ、そうですか。なんか電話で話して、この子大丈夫か、ちゃんと来れるかなってちょっと心配だったから、ちゃんと来たので、でっかいリュックサック背負って俺今日ないじゃん。あ、これ小さいの今日。あ、今日はもうゴミしか入ってないんです。ゴミを持ってくるなよこれだけやな、まあ、普通の学生やな。ほんま面白かったな。一人二度目、二度目稲添とか分かるけど、あのよく小学校に飾られてるあの勤勉の人みたいな感じやな。はい、まあね、ちょっとてんちゃんの新しい目標についてはね、僕のチャンネルでお話したんで、はい、あのリンク貼ってくださいね、概要欄で。ぜひてんちゃん何を目指すのか結構衝撃的な、ね、目標ですけどね。まあいいと思うよ、うん、やっぱりやりたいことをね、好きなことをやっていくのがいいと思うし、なりたい姿を目指すのがいいと思うし、ただきっちりきっちり一つ一つ終えていくことが大事ですよね、はい、だから大学も中退するんじゃなく卒業すると、ちゃんと卒業して、ね、トイックの点数出すと、はい、トイックの点数を出して、ね、まあ、はい、まずやっぱり600超えることでしょうね。はい、600点、うん、でその上で新しい目標に向かっていくっていう、はい、僕ばっか話してるから、なんか前ちゃんから話してる。ああ、戯れってあなたのチャンネルでしょ。はい、でもいいです。で最近ご飯は何を食べてるんですか。基本も和食が多いですね。やっぱ油系はやっぱいいですね。そうね、もうね、僕スイーツ食べなかったんですけど、さっきもスイーツばっかね食べてますけど、甘いものが好きなんですよ。アイス、アイスクリーム、週に4日5日はもうバスキンロビン食べてます。バスキンどんな。あ、サーティワンです。あ、サーティワン、はい。バスキンロビンにはもう敬意を込めて、サーティワンとは言えないので、バスキンロビン様と。ダイナボン小豆っていうやつがあって僕ポッピングシャワーとか好きだったんですけど、はい、ダイナボン小豆がもううますぎてアメリカのアイスクリーム屋さんなのに和なんですよ。和いや、それも和、和、和食の和だ。そうそう。あとはお米、あ、今までプロタンさんって言うじゃないですか。プロタンさんがめちゃめちゃ減量して、はい、白米を食べてたんです。白米だけで、まあ、おかずなしで白米だけ食べてくるって。そしたらこう言ったんですよ。もうどんなスイーツよりも甘いって言ってたんですよ。嘘やろって言って、はい、食べたんですよ。甘い、うまい。やっぱ痩せると変わりますね、味方は。なので僕の夢は、一番美味しいなと思うご飯は、お腹めちゃめちゃ空かした状態で、はい、ご飯、ちょっと固めのご飯ですね、固めのご飯に、はい、でちょっと冷えたご飯が好きなんですよ。お弁当のご飯がすごい好きだし、でそこにごま塩をかけて食べる。それがもう一番うまい。安上がり。だいぶ食費下がってますよ、マジで。やっぱり1ヶ月、はい、もう会議費、ね、会食費含めて7、80万軽く最低使ってて、まあ、100超えることも多かったんだけど、はい、先月は、まあ、僕は結構 ね、 そのね、仕事で行ったりするから、はい、極端に、まあ、半額ぐらいまで減ってますね。すごい。僕が半分以上食ってたんですよ、ね、僕今ほとんどそんな食べへんから。小食、小食やと思いますよ。なんならあとハイボール、はい、最近ウイスキーに目覚めちゃってウイスキー、はい、そこまでウイスキーだらけですけどね。確かに。そう、ウイスキーのもうね、はい、いろいろ種類があるんですけど、白酒、うん、バニラのような香りがする、味がするウイスキー結構多いんですよ。それで炭酸だとめちゃくちゃ甘くて美味しくて酔える。で糖質ゼロ、糖質ゼロやっぱね、甘みが好きなんですよ。でコーヒーも、はい、まあ、僕は基本ブラックなんですけど、はい、俺ばっか話してるから俺のタオルになってるよ。結構ね、あるんですよ。スペシャリティーコーヒーでバニラの風味のような、はい、香りがするコーヒーとかあるんですね。そうも全然砂糖なんかいらへんから全然美味しいし、なんかとにかく甘いものが好きというか、甘さに目覚めたっていうかね。じ
です。同じもの食べてても、そのご飯も甘いとか感じたことがなかったのに、甘みがあって、味方美味しいなとか。なんか、今後のタームレの方向性は何かあるんですか？なんかいろんなことに挑戦していきたいなって、思ってて、僕じゃなくて、一緒にやってくれてるやつっていうのが、もうほぼ中心的になっていて、その方は出られないんですか？なんか裏方、まあ、ちょ今は出れないっておっしゃってたんですけど、まあ、そろそろ仮面かけてとかね、はい、仮面かけて最初、そうですか、まあ、私も頑張ってください、あちらの新しい目標に向かって、ね、全力でやってほしいしね、とりあえず頑張って、行きましょう、お互いね、はい、頑張ります、また、タームレインにも出てください、あ、もう全然僕でよければありがとうございます、じゃあ、そんな感じで、バイ